環境センターの藤田です。環境センターから廃棄物の野外焼却の禁止についてお知らせします。家庭からのゴミや廃棄物を野外で焼却することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により一部の例外を除いて禁止されています。これに違反した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方に処されます。地面に掘った穴やドラム缶、ブロックを積んだもの、基準を満たしていない簡易焼却炉で燃やすことも野外焼却になります。付近の住民への迷惑になるだけでなく、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。野外焼却が認められているものは、稲わらや田畑の草の焼却など、農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却、どんど焼きなど風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却、焚き火やキャンプファイヤーなど日常生活の軽微な焼却などがあります。しかし認められている焼却でも煙や匂いなので付近の住民の迷惑になることがありますので、最小限にとどめてください。苦情があった場合は焼却をやめるよう求めることがあります。ビニールやプラスチックを野外焼却することは禁止されています。ダイオキシンなどの有害物質が発生しますので絶対に行わないでください。住宅の近くで野外焼却をするとさまざまな苦情の原因になります。畑や庭から出た草木は堆肥にしたり乾燥させて可燃ごみに出すなど、焼却以外の方法で処分しましょう。お問い合わせは環境センター、電話 20-9105、 ファックス 20-9107 までお寄せください。以上、環境センターからのお知らせでした。